取材現場の裏側を書く新企画、スポットライトの裏側。主にソフトバンクで守護神として君臨したマハラ・タカさん、42は現在、阪神、岩佐伊藤正らの自主トレで指導を行うなど、トレーナーとして奮闘している。現役時代に通算182セーブを挙げ、第一戦で活躍。一方で怪我にも苦しんだ経験から、 引退後に転身した。その苦労の道のりや思い、第二の人生を過ごす今に迫った。バハラさんは2003年、大英に入団し、ソフトバンク時代には西武王を獲得。オリックスでもプレーし、WBC でも2度、世界一に貢献した。ただ、第一戦で活躍したプロ野球生活12年間だった一方で、 怪我に悩むことも多かった。8年には開幕直前に右肩の炎症を発症し長期離脱。12年、手術に踏み切った。セルフケアだけでは追いつかなくなり、良い、と言われる治療を求めて走り回った。バンコインから何十万円するようなケアまで受けて、その答え合わせをマウンドでやっていました。これは嘘っぱちだなっていうのがほとんどでした。 自分の体を実験台とし、本当にいいものだけを選んで、組み合わせていった。自身も知識を増やし、パーソナルトレーナーにケアの仕方をレクチャー。14年にはそのケアが大成功し、自己最多の55試合に登板した。現役時代、選手としてある程度の実績もあって、体の知識もしっかりした人がいればと思っていました。とまさん。 だったら自分がなろう、と15年の引退後はトレーナーの道に進むことを決断した。説得力を持たせるためにも柔道整復師、針師、九師の国家資格取得を目指し、16年に九州医療スポーツ専門学校に入学。引退後はコーチやメディアの仕事以来もあったが、全く魅力を感じなかった、と話す。 他人が通らない道に魅力を感じた。学生になることに光が見えて、すごいかっこいいな、と、将来を考えたとき、手に職がない状態を不安に思い、周りには止められたが、セカンドキャリアは一年でも棒に振るわけにはいかない、と即行動した。ただ、入学してからは想像を絶するような苦労の日々だった。 夜間の週3日コースで3年間通学、朝からトレーナーとして選手のサポートを行った後、午後4時に自宅を出発し、学校のある小倉まで車で片道約2時間、午後6時から9時半まで授業を受け、11時過ぎに帰宅する生活だった。分刻みのスケジュールだったため、レコーダーに勉強内容を吹き込み、 数学の車の中で聞きながら必死に覚えた。家の中にもあちこちに張り紙をし、頭に叩き込んだ。三つの国家資格取得には6年間通うか、試験を1年ずつずらすのが一般的だといい、先生たちにも誰一人受かると思われてなかった。戸原さんは笑って振り返る。食べる暇もなかった。死ぬ思いだった。 体重も3年間で15キロ減少。それでも、ワクワクしかなかった。という、文化祭では実行委員長も務め、ジュースや輪投げの出店もやった。18歳から70歳までいるクラスで学生生活も楽しんだ。大勉強を続け、成績は常に上位をキープ。と、6割の合格率だという卒業試験に合格し、 国家試験にも合格。無謀だと思われた挑戦をやり遂げ、三つの国家資格を手に入れた。選手としての感覚に理論や知識が加わり、講演会や討論会なども増えて世界も広がった。トレーナーとして、肩に関しては特に自信がある。というマハラさんのもとには、中堅やベテラン選手が来ることも多い。中日、岩崎やヤクルト。 か山も担当してきた。21年のオフに初めて訪れた岩佐も左肩がひどい状態だったが、マハラさんのケアで復活。他のトレーナーと火にならないというか唯一無二。全く体の調子が違うし、受けたらみんなビビる、とその凄さを明かす。マハラさんは自身のことを再生工場、と表現し、 困った時の最終手段になれれば、と話した。パハラさんの指導は、ウエイトトレーニングとケアのバランスがポイント。ダンベルで言えば、5キロでスタートした選手が、最終的には20キロ近くを持ち上げるようになるほど高負荷をかけていくが、それを追い越す質のいいケアを行うという。ケアにこだわっているからこそ、しっかり負荷をかけたトレーニングも可能。 出力にもつながり、岩佐はプロ9年目、30歳を超えた22年に、自己最速となる154キロをマークした。現役時代の経験から切り開いた第二の人生、選手がいい球を投げるようになったり、球速が上がったり活躍したり、自分が現役じゃないので、間接的にそこに関わっていると感じた時にやりがいを実感します。 と原さんは充実感をにじませた。昨季は阪神がリーグ優勝、日本一に輝いた。岩佐が投げるときは緊張しながら見てました。優勝の輪にいるのが嬉しかった、と喜びもひとしおだ。昨年には生骨院も2店舗オープン。現役の時に応援していただいた人に元気になってもらいたい、と一般人のケアも行う。 同時にトレーナーも育成中で、背中で引っ張っていくような経営者になりたい、と話した。生骨院も全国展開しながら、新級、新級、の学校も作って、野球チーム作って、まだまだ野望は尽きない、これからも新たな舞台で輝いていく、デイリースポーツ、山村七子、ま原貴博かひろ、まわらた 1981年12月8日生まれ、42歳。熊本県出身、現役時代は右投げ右打ちの投手。熊本市立、県出遊館、から九州強立大を経て、2003年度ドラフト自由枠で大英、現ソフトバンク、入団。13年、寺原隼人の FA 遺跡に伴う人的保障でオリックスへ。 15年限りで引退し、柔道征服し新級、新級、死の資格を取得。通算成績385試合23勝31敗182セーブ、防御率2、83。最多セーブ、7年、6、9年 WBC 日本代表。